ライブは一応セキュリティと AI と俺で最後にヘビーとで AI でちょっとしゃべります。まあ自己紹介ですけど、ただのヘッドバンガーです。仕事はセキュリティエンジニア、コンサルタントやってて、まあ本当にまあ、会社名ちゃんと言うと、NRI セキュアテクノロジーズっていう、野村総合研究所の、セキュリティ専門部隊の、まあ、子会社ですね、子会社、グループ会社の方に出向という形で行ってます。で、まあ、主にヘッドバンで音楽を聴いて暴れること、あと、まあ、普通に勉強が好きで、まあ、セキュリティもそうだし、数学、AI、言語っていうことをやってます。あと、活動コミュニティというところでは、WASP、ちなみにこの中でセキュリティの人っています？セキュリティクラスターの、基本みんな AI。はい、あ、AWS 触る人？WASP っていう、オープンウェブアプリケーションセキュリティプロジェクトっていうのは、まあ本当に世界で、大きくこう、まあ、活動している、セキュリティの、グローバルな団体がいまして、まあ、そこの日本の、プロモーションチームを、のメンバーとして、実際に復旧活動をやってたりとか、であと、JAWS って、AWS の、ジャパンユーザーグループで JAWS UG っていうのがあって、それのセキュリティ専門支部の、運営立ち上げだったりとか、あと最近はですね、ISECJP と、まあ、言ってはいるんですけど、まあ、AI とセキュリティを、まあ、クロスさせた、そういう勉強会の、運営とかをやってます。好きなアプリは、ペアーズとか、いやいやですね。まあ、実を言うと、僕、ちょっとこれね、今日これ、来るのに僕遅くなったのは、ちょっと先デートしてたんですよ。で、あと、まあ、ゴマオツですね、弾幕シューティングゲームをずっとちまちまやってたりとかですね、今のレベルが140ぐらいです。分からんよね。好きな女性、鳥箱の CM の人、名前も分かりません。好きな脆弱性はセールショックです。で、まあ、その何を話すかというところで、まあ、そもそもちょっとこんだけしゃべり散らかした上で、お前誰やねんって話だと思うので、とりあえず、僕の生い立ちをまずしゃべろうかな。そこから、まあ、ここからちょっと真面目、真ん中は真面目ですね、セキュリティと AI についてですね、最近のセキュリティ市場と AI との関わりと、であとちょっと今後想像されるセキュリティクロス AI の姿、で最後に、まあ、ここはもうネタですね、ヘビーメタルと AI についてしゃべろうと思います。で、まあ、僕の生い立ちなんですけど、まあ、本当兵庫、まあ、痛みで生まれて大阪で育って悪そうなやつは大嫌いです。幼稚園の頃から、まあ、本当ジグソーパズルとかですね、ゲームがすごい大好きで、まあ、本当は昔はガンプラとミニオンとかそんな会場だったりとか、まあ、中学の時も結構専攻して自分で、数学の勉強をやったりとかっていうのがまあ多かったですね。で高校入って、まあ、数学の勉強もそうだしゲームだ、あとラジオ職人実はやってました。オールナイトニッポンとか、あと大阪出身の人、ヤンタンわかる？ヤンタンミュージック、ヤングダウンっていうラジオ番組、ABC、毎日放送、わかんないか。で、はがき職人やってました。で、まあ、その頃ですね、まあ、本当は獣医になりたくて、まあ、生き物扱うんだったら、もうこれも生物選択せなと言って、化学生物取ったんですけど、物理外したらですね、工学部が受験できないということが後で発覚してですね、いろいろと獣医も受けれなくなっちゃったみたいな。で、まあ、やっぱだったらもう数学と情報をやりたいなと思って。で行こうと思うんですけど、またこれ物理取ってないから工学部行けなくて、情報工学科とか行けないんですよね、受けれなくて。で、まあ、数学物理なくても一応受けれそうな国公立が一応あったので、そこを受けたんですけど、やっぱりこれで落ちちゃいました。でメタルを実はずっと大好きで聞いてたんですけど、まあ、なんかもう受験で落ちてこうテンションが下がると今度デスメタルが聞きたくなっちゃったんで、そっからずっとデスメタル大好き、もうなんか15年とかです。でまあ、予備校行ってもあんまりその勉強とか出してやってなくて、まあ、レベルの高い大学も一応受けようとはしてはいたんですけれども、ドッキング判定で二次試験の判定がまあ C だったんだけど、センターの国語が実は200点中32点で偏差値29とか出ちゃって、ね、判定とかこれ無理じゃんみたいな。で、まあ、まあなんとかですね、現役の時の、学科を受けて、まあ、リベンジ果たしたというところで、まあ、数学は一応合格者の中では1位でした。で化学がまあ10の上なんですけども、生物が最下位ですね。で、まあ、大学入って、まあ、環境以外だと、まあ、本当数学と情報科学しか基本的に学ぶもんってないですよね、まず。なので、もうこんな楽しい空間なんて最高やんみたいな。で、まあ、2回生の時も成績がもうほとんど優しかなかったので、飛び級を進められたり、で、頑張ろうと思って、レポートも難しくてもやろうと思ったんですけど、まあ、その頃ちょうど彼女ができて、遊び散らかしてたら成績が振らなくなって、結局なんか
成績は多分学科の中で3位とかだったんですけど、まあ、飛び級できるのは1位と2位の人しか無理って言われたんで、あ、そうですか、まあ、そこで思ったのが、本当中でちょっと一番になりたいなと思って、学科が提供する授業を全部受けて、であと他学部の授業と、でそれから、教育免許、教員免許ですね、あの教育実習とかその辺も受けたりとかして、ね、やってたら、まあ、大体卒業必須単位で120ぐらいなんですけど、まあ、221取って、歴代1位に。でまあ、実際にだから自分がベースとして、やってた履修の内容ってこういうところで、まあ、線形だ集合論だとかいろいろあるんですけど、まあ、オートマートグラフ理論だったり最適化とかセマンティック論とか、まあ、ニューラルのこの時の授業やりましたけど、あとカオス理論とかね、やったりしました。で本当は行きたかったのは暗号系の研究室だったんですけども、ネット暗号系の研究室漏れて、でその次に行きたかったのが、まあ、グラフ理論とか最適化とかですね、組み合わせ最適化の方をやりたかったんで、まあ、そっちの研究室行きました。で大学院なんですけれども、大学からちょっとやっぱり出たくて、で、まあ、某旧帝大の、院に、推薦入試申し込んだら、まあ、受かりましたと。本当は僕卒業の時 U の割合8割5分、85% だったんですけど、推薦で入ろうと思ったら 90% って言うんですよね。ただ単位数がおかしくて、あの母数が多すぎて、あのなんか評価しきれないって先生にその面接の場で言われちゃったんですよ。で、まあ、とりあえず申し込んだらもういいよ君来てくれてって言われたんで、もうあの阪大の院に行きました。で、まあ、高校の物理とか取ってもなかったから、制御の授業でなんか X2 ドットとかってなんか突然先生が言い始めたから、 X2 ドットって何ですかってこう聞いたら、一瞬にしてその場が凍りついてですね、なぜならそこが基礎法だからです。だからみんな物理で少なくとも受験して入ってきてるやつらは絶対知ってるはずなのに、僕は物理を取らずにここに来ちゃったから、それ加速度やって言われて、なんかさってその場の空気が凍りついてました。まあと、まあ、要はそんな制御の授業とかも受けつつですね、まあ、他の院に入っても経済学部の授業だったりとか、工学部以外の理学部だったり文学部の授業とかの中には実はこう取ったりとかしてですね、まあ、卒業必須単位って多分32とかぐらいなんですけど、64とかそれぐらいだったかなと思います。でその時の研究はペトリネットとか、組み合わせ最適化とかサプライチェーンマネジメントやってました。で就職の時なんですけれども、まあ、サプライチェーンって、まあ、その最適化ずっとやってたんで、まあ、それを使った研究のところで NS ソルテッド新日鉄ソリューションに行きたいなとかっていうのも最初考えてたんですけど、やっぱりちょっと暗号が捨てきれないというところと、まあ、暗号からこうセキュリティというその紐付けのところでこれをキーワードにして就職対応したいなというところが、まあ、いくつか実はあったんですよね。まあ、シマンテック、今でいうこうね、読めどころだとシマンテックとかとかのマイクローとか言ったことも含めて。で、まあ、受けてたら、まあ、NRI の中でもそのセキュリティ専門でやってるうちの会社のところが、まあ、大体一番最初に出たんで、もうそこで行こうって決めました。まあ、ね、社内では、こんなキャラだから、ほんま、空作業じゃないのっていう、いうところで。で、まあ、ちょっとここから割と、まあ、お堅い話でちょっと進んでいくんですけど、まあ、セキュリティと AI っていうキーワードで今回ちょっとタイトル書いたんですが、まあ、大学でその履修したさっきのね、まあ、内容のところで割とその今の、講義の意味での AI の、ベースになっているようなその基礎論の部分っていうのがやっぱり授業として多く含まれてました。で OR の研究にいたけど、まあ、OR も言ったらその AI の中ではちょっとどうしても活用、するには不可欠な、分野だと思ってまして、でまあOR の研究室にいたけどセキュリティの道を、まあ、結局選んだところとしては、まあ、実際にこういたちごっこの世界で、まあ、もちろん悪いやつもいればいいやつもいて、で、まあ、脆弱性が出たらそれをつくような攻撃をしてくるやつらもいるし、それを防がなければいけない、そういう調査をしなければいけない人たちもいるし、でまあ利用、っていうところが、まあ、一応ありまして、ね、まあ、考えてました。であとは当時だ僕は、2008年入社なんですね。なので、就職活動してたのが2007年なんですけども、まあ、当時って Web 2.0 だったりとか、なんか Kaoru IT とかっていう、まあ、言葉、あと指キタスとかっていう言葉がちょうど流行ってた時、流行ってたりバズってた時なんですけど、まあ、当時の IT の世界でも確実に、これからも IT で世の中がこう良くなる一方で、まあ、やっぱりセキュリティの重要度っていうのは間違いなく増すでしょうというところがあったので、まあ、うちの会社は受けました。でじゃあもうセキュリティしかやらないかというと、まあ、決してそういうわけではなくて、まあ、家の中にずっと転がっていたその参考書とかも実は全部、まあ、出身大阪なんですけども、
今横浜住んでて、全部その横浜の方にも参考書を持ってきてですね、まあ、仕事終わって帰ってきてからでも、まあ、たまにこう参考書を読んで、まあ、忘れないようにしようというふうなことはずっとやっています。まあ、未だに、まあ、参考書とかもそうですけど、あとセンター試験の数学とかも一応毎年、数 1A と数 2B と受けて、一応毎年満点が出るのでという確認とかしてたりします。で、まあ、WBA 若手の会とのそもそもこの接点っていつなのというと、僕2015年の1月で、まあ、新宿で新年会があったんですよね。で、別に今まで若手の会に出てもいないのに新年会から参加するってこいつなんやねんって話かもしれないですけどもで、まあ、その時に、まあ、初めて大沢君だったりとか、まあ、門前さんもそうですけども、ね、そこで初めてお会いして、で、まあ、2月ぐらいかな、なんかの打ち上げとかで、川崎君に、との間で、まあ、1人、H 君っていう、まあ、セキュリティプラスの子がいてですね、まあ、それ経由とかで、よかったらちょっと AI の LT とかしないっていうのを、僕がよく言ってる勉強会の方で発表しないっていうのをちょっとふっかけたんですよ。そしたら、ぜひやらせてほしいですって言って、割とそのセキュリティの話が多いんですけども、そんなセキュリティクラスターの人たちの前で、ぜひ人工知能の話をしてほしいというところで、実際に K 君が発表してくれたのは、まあ、10分で人工知能っていうタイトルで発表してくれました。で、ただちょっと僕、この時に、どうしてもちょっと、まあ、一身上の都合というところで参加できなかったんですね。で、やっぱその資料を後で読み返すと、俺もなんかこのレベルだったら喋れるなとか思ってだって10分で見るんだよだってドキュンの話とか、ね、してたからこれだったら俺もちょっとやりたいなと思って、実はその勉強会でちょっと発表したいというのを訴えて、8月に発表したのが一応このタイトルで発表しました。人工知能の概論っていう、ブルーの表紙の、テキストがあるんですけども、まあ、それをもう少し、レベルをこう低くするような形でもっと噛み砕いた、まあ、概論の概論といったところと、じゃあこれが実際にセキュリティの分野でどういうふうに応用できるんだろうかっていうふうなことを、実際にちょっと話しました。で、まあ、それをしようと思った理由としてなんですけども、まあ、その頃からですね、やっぱセキュリティクラスターの中でもこう人材確保に躍起のニュースっていうのがすごいまあ多かったです。で、実際には別にセキュリティクラスターじゃなくてもユーザー企業でやっぱりセキュリティの人材っていうのは全然いないよねというところで、なんかすげえセキュリティできる人とかを呼びたくても、やっぱりこう、まあ、お金の問題だったりとか、まあ、当時もね、そんなこう株価振るってなかったような時代だったから、まあ、そういうふうに役になってる会社さんすごい多かったです。で、そんなんがまあ出るよりも前にやっぱりその AI の可能性、まあ、そのディープラーニングというキーワードが出てきたのもそうですけども、第三次 AI ブームという話が、まあ、ちょこちょこやっぱこう IT ブローだったりとかにも出てきたりとかする中で、セキュリティクラスターの中で AI の話を知らない人たちってやっぱ多かったんで、まあ、僕がそのずっと大学でやってきたベースの、既存の部分をまあ少なくともこうスライドにまとめて話したら、かつまあ LT になったんで、まあ、自分が初めて喋る場としてはちょうどいいなっていうふうに思ったっていうところが、まあ実際のことのきっかけでした。これで、じゃあ実際のところ今どうなのと、そのセキュリティと AI というそのコラボ的なところってどうなんていうところでと、まあ、実際にいろんな、プロダクトもありますし、まあ、発表というのも増えてきたのかなと思ってますと。で、例えば製品のまあちょっと紹介で、別に自分のところの商品でも何でもないんですけど、まあ、日本の会社で、FFRI っていう会社さんで、実際に、ユーザーの皆さんに、まあ、普通にまあ一、個人として扱うことのできる製品としては、まあ、ミスター F っていう風な、アンチクライスト、あ、違う、アンチクライスト、アンチクライスト、ごめんなさいね、毒されてますよね。振る舞い検知型アンチウイルスソフトっていうのが、まあ、ちょうど、より、まあ特に日本の企業、日本の、企業で、メーカーで、出てきたっていうところが結構大きな話題になりました。まあ、なんでかって、当時 その例えばシマンテクとかカスペルスキーのトレンドマイクロとかっていうのは、基本こうウイルスかどうかっていうのを検知するのに、まあ、文字列マッチングしかしなかったんですよね。なので、そういうパターンマッチングではなく、ウイルスかもしれないねっていう、そういうなんかマリシャスな動きをする、例えばプロセスが上がるだとかいうふうなことをやり始めると、そいつを、検体として、引っ張ってくるというような、そういう製品。
あとまあ皆さんあの当たり前のようにあのメールをやり取りとかしてたりとかしますけれども、その中でもなんかこう気持ち悪いメールとかがねあの来たりすることあると思うんですけれども、いわゆるスパムメールですね。でそれをまあ実際にバンしてくれるような製品としては、まあ例えばグループフォントっていうところの製品でまあスパムフィルターやってるんですけど、こいつがベイジアンフィルターだったりとか携帯素解析っていうのを使ってたりしてます。でそれからビットフォレストっていうこれも日本の会社なんですけども、月歌さんっていう実は先日の人工知能学会の、合同研究会かで確率的グラフィカルモデルと産業をなんとかへの応用みたいなところで実は、話してくれはった、佐藤さん通称かなとこさんという方がいまして、その方が開発された、世界で初の SaaS 型 WAF、 SaaS 型だ WAF だっていう言葉がちょっと聞き慣れないかもしれないんですけれども、まあ、SaaS は分かりますよね。 SaaS は分かります。 WAF って分かります？分かんない。ウェブアプリケーションファイアウォールといって、要はそのウェブサイトを公開してますよね。で単純な普通の皆さんがその参照しに行くっていう時にこうリクエスト投げるわけですよ。 HTTPHTTPS のリクエストを投げて、でその中で例えば SQL インジェクションだ、クロスサイトスクリプティングだとか、いわゆるこう個人情報を抜くようなものだったり、サイトを改ざんするような、攻撃っていうのを、実際に防いでくれるような、そういう製品です。ウェブアプリケーションに関してのファイアウォールっていうのを持ったものですね。それを WAF っていいます。で、まあ、その SaaS 型 WAF っていうのには、実はページの、ネットワークっていうのを利用してたりするっていうのがあります。で今年実はセキュリティクラスターの中でも特にこのサイランスっていう会社さんの製品がちょっとまあ良くも悪くもバズったりしてます。まあ、AI を使ったエンドポイントセキュリティだって言ってて、じゃあまあその AI って何やねんっていうと、まあマシンラーニングだったりディープラーニングだったりっていうところを使ってたりします。実際にプロセスの振る舞いを見たりするものもあれば、中に混入してくるウイルスの、動きっていうのも、これまでのウイルスで要はその、まあ、学習されていた、アルゴリズムがあって、そいつにふるいをかけたときにこいつが本当にマリシャスなのかどうなのかを判定して、マリシャスだったら弾くっていうようなことをやっているような、そういう製品です。であと、日本では、多分ユーザーほぼいないんだと思うんですけども、ちょっとこの間見つけてきて、まあ、僕がちょっと前の部署で、検証したいなと思ってたのがこのゼネリックスっていう会社さんのクラウドベース自己学習型バフっていうものがあって、実際にまあ不正なリクエストとかバン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 飛んでくる中でも、まあ、もちろんその通常のリクエストというのもありますよね。とでそれをこれまではセキュリティベンダーだったりそのセキュリティアナリストの人たちがそのリクエストの内容とかを見て、この通信を通しましょう、この通信を弾きましょう、で、まあ、メーカーからもシグネチャーが配布されているとかというところを全部自己学習でほぼほぼチューニングでやってくれるっていうので、まあ、いいものは通す、良くないものは通さないというようなことを、判断してやってくれるという製品が実際にあったりっていうところで、まあ、実際のメーカーでこんな風にもいろいろ動きっていうのが活発になってきてるかなと思います。で、あと、まあ、いろんなこうクラウドベンダーとか、ですね、IaaS だ、PaaS だとかで言われているベンダーさんから、AI、まあ、その広い意味の、広義の意味での AI サービスの提供だったり、オープンソースっていうのがやっぱり公開されるようになってきました。例えば AWS、Amazon ですね。Amazon Web Service のマシンラーニングだったり、Microsoft の Azure っていうクラウド基盤でもマシンラーニングが出てたり、あと IBM は Watson であったりですね。あと Google、GCP のところで、マシンラーニングだったり、あとは Google がそもそもオープンソースで、TensorFlow を公開してたり、Amazon が Destiny を公開してたりとかですね、いろいろありますと。で、まあ、そんな AI のことを知らなくてもですね、まあ、クラウドの潤沢のリソースっていうのを、まあ、ちょっと課金するだけで、ホイホイ使えるような、そういう、ものが、まあ、出てきて、まあ、非常に、なんだろう、まあ、今の時代にフィットするような形になってきたのかなと。で実際にこのセキュリティクラスターの人たちの中でも研究発表とかで実際に喋ってはる人たちもいろいろ出てきました。まあ、内容としてはやっぱりマシンラーニングでディープラーニングだというところが多いんですけれども、まあ、例えば機械学習で、ウェブアプリケーションの脆弱性を見つける方法とかっていうので、実はこれこの間のコードブルーっていう、日本で行われるセキュリティの国際学会がありまして、そこで実際に発表された、方の資料だったりとか、前年のコードブルーで発表してくれた、多分ぐらいかなの学生が発表した、内容かな、キャプチャーとボットの共振化って言って、まあ、実際キャプチャーってご存知ですか？皆さんエロサイト 見られますか？
って話ね。あのエロサイトとかでなんかあの動画を落とそうとしたとき、これ放送されてないですよね。大丈夫ですか？一応ウェブに公開する予定です。あのじゃあカットしますよ。で、いやまあその今別にいいですけど、エロサイトとかで動画を落とそうとしたときとかに、こう例えばこうパズルを組み合わせるだったりとかね、パコってはめるとか、あのなんかこう崩れた文字とかっていうのを打ち込んだら、あのファイルが落とせるようになるかっていうところ、あれをキャプチャーって言います。で、まあその、そこを実際にボットを使ってくぐり抜けるとかですね、逆にこういうふうな対策をするべきだとかいうようなことを言いました。あとは、先日、OSC、オープンソースカンファレンスとかで、実際にセキュリティクラスターの学生がですね、まあ機械学習を用いた異常検知によるものというところで、まあ、不正な通信とかっていうのを、まあ、機械学習を用いて、弾くものは弾こうというようなことをやったりですね。知ってる？パロコ。パロコは僕の。うん、そうそう、パロコ君のやつ。で、あと、ブラックハットっていうそのセキュリティの、まあ、一番大きな、学会っていうのかな、まあ、もっとちょっとピーク寄りなんですけれども、ブラックハットのヨーロッパで、発表されたのが AI ベースド、アンチウイルス、ディテクションアンドロイドマルウェアウィズディープラーニングシステムってことで、ディープラーニングを用いた、まあ、アンチウイルス、アンドロイド向けアンチウイルスソフトの、まあ、研究発表みたいなのをされていた人もいました。時間大丈夫？いいっす。で、カジュアルだ。もう何番目のカジュアル。いいっすよ、すいません。おいで、これなんでこれ書いたんだろうな。そう、でまあ、ここでちょっと自分が、まあ、今までそんだけのね、実際製品だったりとか研究発表とか出てくる中で、まあ、ちょっと、考えるものがありましたというところで、まあ、これだけやっぱこう大手のクラウドプロバイダーからこうリソースだ、まあ、オープンソースだとかこう提供されたりとかする中で、あと、まあ、テックブログとかですね、まあ、キータの記事だったりハテクブログだったりとかで、まあ、マシンラーニングディープラーニングだとかっていってこうサービス開発の記事とかも上がってきたんで、まあ、その辺を見るとやっぱりこうまあ、開発のしやすさっていうところはあるのかなと思うんですよね。ただ、まあ、開発はされてはいるっつったって、その例えば機械学習を用いました、ディープラーニングを用いましたって言って何が良くなってるかって、もちろんその製品を使った部分そこだけしか良くてなってないんですよね。それってその OR の言い方をすれば部分最適化というものであって、決して全体最適化にはなってないと思ってます。全体最適化ってじゃあここので言うと何を全体と捉えるべきなのか、本当はっていうところをちょっと考えました。で、さっきもやっぱり出てきたんですけど、僕はそのセキュリティの会社に勤めてる人間なんで、セキュリティの界隈で、まあ、どうしてもこれからの課題っていうのがあると、やっぱり人材不足っていう話がさっきありましたよね、というところで、その人材不足を補うためには、やっぱりこれって AI だと思ってるんですよね。で、一応まあ、ちょっと字ちっちゃいかもしれないんですけど、AI for サイバーセキュリティっていう言葉と、あともう一つ、ノーオプスっていうふうなことを書いています。デブオプスっていう言葉をご存知ですか？知ってる人？例えばうちの会社とかだったら、パートナーさんがおって、パートナーさんに、アプリケーションの開発をお願いしますとか言ったら、まあ、依頼してなくてやってもらうみたいなことをやってるんですけども、割とここ最近のスタートアップだとそういうやり方をしてはいないんですよね。まあ、例えば GitHub とかにソースコードを書いたりとかしてて、で誰々がこうちょこちょこってこう修正しましたと。でこうこれコミットしていいのかとかってやって、こうコミットして反映させてっていう風なこう開発とその運用をやってる人がもう一緒くたになって、もうずっとその開発と運用のサイクルがこう一緒になってるっていうところを DevOps って言ってます。で、NoOps、Opsっていうのが運用なんですよ。なので NoOps って何なのかっていうと、そういう運用をしなくても、サービスが提供できるっていう、まあ、そういう概念ですね、っていうところが一応キーワードとしてあるかなと思ってます。で、人手をまあその介在させるっていうことはもう人間が間に噛んでなんか運用するとかっていうふうなことをまあ極力なしにするような形で、かつサイバーセキュリティへの対応が可能となるような世の中をまあ目指すのがまあ本来その日本全体、まあ、強いてはその世界全体であるべき姿なんじゃないかなっていうふうなことを思っています。で、ちょっといくつか、まあ AI コーナーの後に、ちょっといろいろ挙げてるんですけど、まあコレクティブインテリジェンスっていうのが実際に、まあ、ある企業で例えばじゃあ脆弱性が、
を突かれて攻撃やられましたと言った時に、例えばその攻撃に対する対策方法をその会社さんだけにやるんじゃなくて、例えば他の会社ですね、まあ、A 社さんがやられたとして B 社さんも C 社さんも D 社さんもそいつにその攻撃に対する対策ができるように、どっかでやられた場合にもう一斉に他のところに知識を共有してあげようというのが、まあ、コレクティブインテリジェンスという考え方です。でそれから AI を使って例えばイントリュージョンディテクション、では侵入検知だったりとか、プリベンション防御ですねということができるように、あるべきだと。でそれからインシデントレスポンス、まあ、何かこうセキュリティの事情で使われて、なんかこう食らったとかになった時にそれに対する対策をどうするかというところがインシデントレスポンスにします。あとそれからフォレンジック、実際にそのファイルが、まあ、ウイルスなのかどうなのかっていうのを、まあ、解析ウイルス解析したりとかですね、まあ、レア解析したりすることもフォレンジックって言ったり、あとペンテストって書いてますけど、ちょっと略しすぎてると思うんですが、ペネトレーションテストというのが、まあ、一応正式な用語になるんですが、実際に、まあ、公開しているウェブサイトで脆弱性ないよねっていうのを実際に攻撃を仕掛けてみて調査をするっていうところだったりとかですね。あと、まあ、ここ最近だと IoT の、端末が、まあ、それぞれこう乗っ取られて大量のトラフィックが流されたっていう、実際には未来ですよねっていうのがありましたけど、まあ、DDoS もそうですし、でそれから、まあ、今後出るかもしれないですよね。AI って必ずしも絶対正しいことに使われるかどうかなんてはっきり言ってしたことじゃなくてとか、まあ、分かんないですよね。だってそれが本来実はすげえ不正な使われ方をするようなそんな AI だって登場してくるかもしれないというところで、 AI をマリシャス AI っていうところで、マリシャスな AI に対する AI とかっていうのが今後出てきてもいいと思うんですよ。でそういうのが、まあ、それぞれ出てきたところでそれって結局部分最適化でしかなくて、これらをきちんと束ねるそんな、まあ、AI ないし、そのなんかマネージャー基盤だったりとかっていうふうなところがどうしてもやっぱり必要になってくると思います。じゃあこれを実現するための基礎技術って何なんかっていうと、絶対僕はこれだと思うんですよね。第二次 AI ブームの中で出てきたキーワードにして、今これをやってる人たちって割と少ないと思ってて、 AI ってこうなんか製品を打ち出してるけど、みんなマシンラーニングで気が弱いと言ってますよね。それらを束ねて、相互補完し合いながら、競争し合っていけるところのまず基礎論点、僕はこれだと思ってて、あともう一つはゲーム理論だと思ってます。要はそのエージェントたちがそれぞれどういう、戦略のもと、あるべき行動を取るのかどうかっていうところで、絶対、この後多分セキュリティクラスターの人たちも、まあ、きっと気づいてくれるというか、まあ、僕は啓蒙したいかなとは思ってはいるんですけど、マルチエージェントと、ゲーム理論も今後やって、いくべきではないかなというふうに思っています。じゃあそれでどういうふうな世の中が来るのかっていうと、骨格機動大好きな人いますよね、これはね。いわゆる構成防壁のようなものが多分最終的には、行き着く先になるんじゃないかなと思ってます。まあその不正な、例えばね、通信がなんか来たとして、まあ、その通信元を撃退するようなもの、それも人間が特に意識することもなく、そこが自動的にやってくれるようなものですねというところじゃないかなというふうに思います。で実際に例えばマルチエージェントっていうキーワードと、それからセキュリティっていうキーワードで、まあ、検索すると、まあ、こういうことはやっぱ出てくるんですよね。実際に、2010年ぐらいの研究内容であるんですけど、マルチエージェントピアトゥピアイントルージョンディテクションということで、実際にそのピアを張った中でこうエージェントがそれぞれ動いているんだけども、なんか不正な通信が流れてきたってなった時にそれを検知して弾くっていうふうなことを、まあ、先行研究でやってたりするようなそんな論文がありました。なので、まあ、今後こういったものが、まあ、今、ね、別に機械学習とも、ディープラーニングがホットなの別にいいし、それでなんか製品ね作って AI 使いました AI 使いましたというのも別にいいんだけどと思いながら、まあ、今後はやっぱ、まあ、クラウドの、リソースっていうのがすごい潤沢で、まあ、かつ安く利用できるというところもあるし、なので、まあ、それを使って、企業が互いに競争と競争を行いという今日なんかうまく言ったように、うん、よくわからないですけども、まあコンフリクトしつつも、まあ、それぞれこう、共にこう手握り合ってこう作り上げていくっていう、まあ、そういう社会全体の、最適化っていうのが、まあ、この、実現されたらいいなっていうところが、個人的な思いとしてあります。
で、まあ、結構多分学生の方とかも多いのかもしれないですけど、まあ、就職活動とか考えてる AI クラスの人たちに、あとまあ転職とか考えてる人とかいたら、別にハイリングしてるわけじゃないんですよ、これはね。なんだけど、まあ、AI もいいけども、普通のセキュリティ企業もいいよと。で、まあ、はっきり言って、どの会社行ったって絶対大変なんですよ。なんだけど、まあ、セキュリティのクラスターの人たちの中で、そんなこうがっつり AI やってるっていう人材って、日本にはまだまだやっぱりいないと思ってるんで、まあ、ぜひその知識と技術とかっていうのを持って、まあ、セキュリティ界隈に AI の革命を起こしていただきたいなというところで、この話をするのかなというところなんですが、もう喋らしてな。で、まあ、最後なんですけど、まあ、ヘビーメタルと AI って、そんなこう関連性もなさそうな話とか、もうやめてくれやと、まあ、多分思ってると思うんですよ。で、そもそもお前誰やねんって、まだ思ってる。まあ、何やかんや調査したらちょっとあったんで、それはそれでちょっと紹介して、まあ、終わりにしたいなと思ってますということで、まさかりにしてよろしくです。まず、アベンジードセブンフォールドっていう、まあUS のメタルバンドなんですけれども、こいつらがちょっと3年ぶりに、本当先日です、先日10月28日に、ステージっていうアルバムをリリースしたんですけども、実はこのボーカルの、シャドウズっていう人がですね、今回その作ったその歌詞だから曲だっていうところは、実は人工知能系の、まあ、テーマにした作品だというふうに言ってます。で、特にそのマークダック、人工知能にハマってサム・ハリスの著書から、まあ、マーク・ザッカーバーグ、イーロン・マスク、スティーブン・ホーキングの意見らを、まあ、こう読み漁って勉強して、まあ、作り上げたアルバムだということで、別に僕はここ の, キャピタルレコードの回し物でも何でもないんですけど、まあ、ぜひちょっと聞いてもらったらいいんじゃないでしょうかというところと、であと DARPA っていう、まあ、US の, そのシステム R&D とかやってるようなその団体ですねがですね、まあ、AI を使ってですね、実際にジャズを聴かせる、まあ、ロボットにジャズを聴かせるっていうようなことですね、まあ、ディープラーニングを使ってそのジャズを学習させて、プレイするっていうようなことで、じゃあお前ジャズ言ってるやんけっていう話なんですけどもそもそもジャズとメタルの親和性っていうのは実はね、これはね、切っても切れない関係になったりするんですよねなのでこの、まあね、参考 URL のところの、ところにコメントをしてくれてる人がジャズいけんだったらメタルいけんじゃねえってコメントをしてるんですよっていうだけなんですよで最後これがまたねちょっとねなんでこのタイミングで出てくるかなっていうところだったんですけどラプターコマンドっていう、バンドがですね US のパワーメタルバンドなんですけど、シングルを1枚だけ実は、まあ、iTunes からも買えるんですけど、イーロン、チャンピオン・フォー・ヒューマニティっていう、シングルタイトルでやってて実はイーロン・マスク推しな、まあ、メタルバンドです、まあ、でもこいつらのオフィシャルサイト行ってもらったらなんか俺たちの使命はヘビーメタルやサブカルチャーを通しイーロン・マスクの未来のアイデアやビジョンを伝えていくことができますって書いててこれはこれでおもろいなというところでまあ音源流そうとも思ったんですけど時間も時間だったのでまあちょっと後で聞きたい人は懇親会の時でも流しますのでそれで看病してくださいというところで一応僕の発表は終わりとなります。まあ、長々すんませんでした。質問があれば大丈夫ですか。はい。あ、じゃあ、いいですか。ウイルスソフトとかはあんまり詳しくないんですけど、せっかくセキュリティの方に力を入れているので、聞きたいんですけど、はい、企業さんが提供しているようなそのマルウェアに対するウイルスソフトとかって、だって大体どのくらいの性能で、その処理してくれてるのかなっていうのが気になるポイントで、なんかその数値感を教えていただければな。ですね、まあみんなはこう例えば個人でウイルスソフトとか入れてる中で、やっぱりこの製品重たい、処理重たいよねとかっていうのがあると思うんですよね。2008年ぐらいに僕、多分シマンテック使ってたけども、シマンテックがクソもっさり仕上がって、ムカつくから反則してカスペルスキーに入れて、なんかカスペルの方が重いじゃねえかみたいな。でそこから今度 E セットに乗り換えたら E セット軽いんだけど検知率悪くてマルウェア感染しちゃってとかってあったんですよね。僕の使い方が悪いんだと思うんですけど。で、実際に、ウェブで、AV テストとかっていうので、 AV ってアダルトビデオじゃなくてアンチウイルスで AV テストかな、
て検索とかしてもらうと多分出てきます。それぞれの、ウイルスベンダーが提供している、ウイルスソフトの検知率がどんなもんなのかっていうの。大体ね、なんかね、ASCIIだかなんかがね、年に1回ぐらいこう発表とかするんですよね。そういう記事面白いからっつって。なので、まあ、そういうのを見てもらったらいいかなと思います。で、実際にそのパフォ、まあ、日本の記事よりもそのちゃんと実際にそのテストでどういうふうなテストを行われたかっていうのを見てもらうと、パフォーマンステストのその結果ですね。どれぐらいのそのマシン、CPU を送ったかとか、メモリー組んだかとかっていうふうなのが、まあ、実際に書かれてたりします。で、最近はまあ製品によってはなんですけど、実はビットディフェンダーっていう会社さんのエンジンを他の会社がそのエンジンを購入して、製品を作ってるとかっていうふうなのもあったり。で、さっきのサイランスじゃなくて、名前忘れたな。最近ちょっとね、面白いの見つけたやつがあったんですけど、一つのアンチウイルス製品の中に、30社の、アンチウイルスエンジンが搭載されてるみたいなのがあって、逆にそんなに搭載しすぎたらさ、重たいんじゃないみたいな。ただ、これもか、まあ、人の考え方としては、まあ、重たいかもしれないけれども、ディフェンスインデプスっていう観点で言えばいいのかもしれません。多層防御、日本語に直すね。要は、セキュリティで、まあ、1つしか入れてなかったらこの製品突破されたとき危険だってなるんだけれども、まあ、もちろんそれが2層3層あれば、それぞれをこうクリアしていくのはやっぱ大変なので、それだけ例えばマルウェアにやられてしまうか攻撃を受けるかというふうな影響の確率っていうのがぐっと下がるわけですよ。っていうので、まあ、その製品も製品面白いなと思うけど、まあ、これ売れるんかなって言ったらなんか個人的な売れなんじゃないとかっていうのが、まあ正直です。余計なことしたんですよね。はい。一聞くと十回でした。人生吉江さんだなと思って。ごめんね。ほんまだから一聞かれて十喋るとこうなんかもう次の人大丈夫かなみたいな。じゃあ残りの部分は今週会議に取っておきますか。いや別にもうお任せします。じゃあここで喋ってって言われたら全然喋るし。全然喋ってもらっていいんですけどね。一応次の人も30分ぐらい喋りたいのかな。じゃあこれぐらいでいただきます。ありがとうございます。